た。横から見てたんじゃない？ゴーストキャラは？青と赤のキャラがいる。スーファミのベルスクで。黄色よりピンクが心に残りそうだけどな。キャラ選択はなかったです。キャラ選択がないベルスクってことは、アイアンコマンドとかか？あ、確かにグレートバトルとかかもね。キカイダーかな？キカイダーって出てんの？ラウンド出てなくね？グレートバトルには2人プレイでキャラ選択あるぞ。あ、ナイツオブザラウンドってなかったっけ？ブーメランとかヌンチャクがあって、ほう、あれはっていうのは同じ性能の HP にダブルドラゴンに、まあ黄色のリールと混ざったんだ。確かにダブドラだ。リターンオブ、リターンオブダブルドラゴン。ダブルドラゴン2じゃないか。2じゃない、リターンオブダブルドラゴンだろ。リターンオブダブドラか。うん、アクション RPG じゃね、これでしょ。人間ビリーとジミーで黄色と赤の、あ、そう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 、ほらほらほら、君記憶力いいね、気に入ったよよし、リアクションもいいね、気に入ったよ。名前はなんて言うんだい、あの子の名前は。これだ、このゲームは今んとこいい感じにプレミアが、アマゾンでの評価が非常に低いのでプレミアがついてませんが、すごくいいゲームですリターンオブダブルロゴ、はい、おめでとう。いいベルスクに出会えたね。いや、出会ってたんだな。これに関しては誰か俺より先に言ったやつがいたな。全てが完璧であった。ただ理想の理想的タニーさんそういう客ばかりじゃないのは分かっているから大丈夫だよ。たまにはいいよねっていうだけの話だから、たまには助かる。ちょっと息抜きとして助かりました。あれは嘘だっつって。はい、友達が遊びに来るためにこれを絶対遊んでた。面白かったよね。これはね、面白いんだけどね、なんか人気ないんだよね。みんな上っ面ばっかで騙されるから、ファイナルファイトばっか好きなんだ。そういうんじゃねえんだ。でもファイナルファイトは2人用できんねえよ。ちゃんとね、アクションゲームとしての良さを分かってくると、こっちはすごいいいんです。もっさり感はね、これちょっと戦略性が入ってくるんですよね。面白いですよね、これ。トンジル。フグが重たいのが評価落としてる感ありますね。フグの、そう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 。ファイナルファイトみたいに華やかなさ、ほら、もういかにもチャラチャラしてて、ちょっとイケメンがさ、口、なんかこうなんだ、ちょっと口がうまくてみたいな、ファイナルファイトですよ。これは武骨な。話してみるといいやつなんだけど、近寄りがたい雰囲気出してんだよ。そういう高校のクラスメイトだわ。すごい芯の通ったやつです。面白いんだけどね、その上積みだけをすすって生きてる人たちにはわからないんですよ。え、機種なんだっけ、今消しちゃった。そうそう、これほんとよくできてるんです。棒で横っ面ぶん殴る感覚とか楽しいんだよ、ほんと。円筒形のエレベーター、な、な、これ持ってるわ、懐かしい。うん、あ、レース、レース探してて記憶にあるの見つからなくてモヤモヤしたから、いつか依頼しよう。はい、アーケード釣り行き、ラプトラは最新作は手を出すなよ。あー、はいはいはい。片隅にあるゲームのこと調査していただいてもよろしいでしょうか。ほう、なんて読むの。わら、現在30歳、当時10、12歳、シスコヒート、はい、バトルギアに、こう、ブアーテクサー、ワカサギです。え？ワカサギ、ワカサギ、スカットレ。ワカサギって雪に穴開けて、一度釣ってみてんだよな、ってか食ってみてんだよな。映像が実写。あー、レースで実写。あ、え？どういうこと？なんか知ってるような気がするな。あ、あ、違うな。あれはスターウォーズみたいなやつだ。大きさは50インチオーバーのガンシューと同じぐらい。どういうこと？結構古いのかな、昔のゲームなのかな、これ。何歳ぐらい？10歳、12歳。30。そんなに古くねえぞ。いいね。まあまあ、もういいです。もうとりあえず今始まっちゃったから。依頼。おい、それは、わらわら。締め切りと。はい、終わり。あばしりこでお待ちしてます。いつ、季節いつ
季節いつ？もう終わり？ブレーキペダルとステアリングのみ、アクセルペダルがない。え？嫌い、ブレーキとはステアリングって何？あ、ハンドルか。わら、安しだけ。衣だけ？青。衣が青。何の話してんの？始まると勝手に画面がスクロールしていく。何これ？できないのか。どういうことだ？外国産の子供向けレースで。なんかそういうなんかただのただのあれじゃないよね。ブレーキで映像がスロー。ミナリステアリングでカメラの向き操作する。これ子供向け？依頼の文字部分です。青。私は走り在住でもないですけど。依頼の？わら。強制スクロールレースとは斬新ですね。あまり運転している感覚はなかった。あ、衣。これが。これが。衣って言われたけど、LD で子供向けなのかな。言ったらだから20年前ぐらいで20年前でしょ。そうね。え、あんの？お、あんのかい。え、古い。子供向けじゃないと思います。古いよ。わわ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 、かっこいい、超かっこいい。なにこれ、ちょっと鳥目さんごめん。なにこれ、え、なんだこれ、すげー渋。これちょっと違うんじゃない？さすがに古いんじゃない？なにこれ、わらわら、実写だわら。俺これ知ってる実写のレースゲーム知ってんだよな。いや、俺ね、これ、いや、探し枠で以前調べた気するんだよね、これ。実写のレースゲーム。初めて見た。わら。いや、実写だよ。実写しなきゃダメだよ。いや、探し枠で前見た気するんだよね、実写レースゲーって。覚えてる人いない？かっこいいこれ。ね、これ超やりてえよ。あ、これ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 。あ、これこれこれ。オプションさん。さすが、名前がオプションだけあるわ。お邪魔します。はい。ゲーム自体はこういう感じなんだろうか。これはどれだ？ザ・ドライバー、ドライバーアーケード。どれがゲーム名なんだかわかんねえよ。ザ・ドライバーだ。もう答えは多分出ました。これです。セガ GP ワールド HD。 なんだ HD ってこの動画のことか。なんかこれ本当は立体視できんのかな。年代的には90年代以降だと思います。その時代のコルベットという車。1984年のゲームですね。LDK やん。LDK だから。って形のコースやんけ。わら。GP 嘘。あ、そうなの？鉄道日本路線旅みたいだな。なんで情緒出したんだよ。うわ、すごいな。あ、GP ってそういうことね。わあ、画質変。車系か。これどっかにねえかな。レースではないです。グランドキャニオンのようなところを走っていました。だからさ、それはいろいろあるんじゃないの、コースが。これは前見たやつだね。久しぶりに見たね。ね、これ前も見たね。これ撮影したんだろうなーつって。でも言ったらこういうゲームだよね。自分の車出てるんだろうか。でももう20年前だったらさ、ラッドモビールとか出てる時代だから別にこんなのいらないじゃん。やべえ、超楽しそう。やりたいよね。同人グサ。同時そう。こんなん金かかるから同時に作んねえよ。ちゃんとしたか、だってコースでしょ、これ。えらい力が出してんな。この音。ちょっとじわじわくる。へへへへ。ちょっとグランドキャニオンっぽいと思ったけど、な、違うな。ああ。じゃあちょっとこれの、この系統の、レースゲームってことだね。本当にレースゲームなのかな？これまた違うな。あ、違う、これ一緒か。あ、なったね、なったね。あ、車見えない、車見えない。クオリティが高いのか低いのかわからないけど好き。これブアでやったら楽しい。まあ出たよ。VR で。レーザーグランプリのちゃんとしたやつ見ようぜ。まるで今のがちゃんとしてなかったかな。あ、そうなの？レーザーグランプリ違うの。スピード感ねえな。なんかあんのかな。
あーはいはいはい、スペースエースはいいけど、 LD ゲーいい足してんな。あーこれロードブラザーの敵ボスね、女ボスね、重いわ、動画が重いわ。自分で調べてた時にこれは出てきましたね。なるほどね、これと勘違いしてんじゃねえかな。でも20年前じゃねえんだよな。はい、90年代以降だと思う。年代的にはね、その時代のコルベットという車が出てた。でもそこはあんまりヒントになんなそうだな。よくできてんなこれ。ありますね。アクセルなのか、なんかターボなのかみたいなね。よく動くな。曲いいな。勝手に進む、本当にゲームなのかそれ。いいなこれ、ラットモビール、ね、ラットモビール、めんどそう。いやこれすごいよ。当時はやっぱ手が抜けないから、やっぱ一個一個の仕事がすごい技術が高いんだよね。なんかね、質が高い、音楽もそうだし、今なんか一人でちょちょっと作れちゃうからさ、そうじゃない時代のものってやっぱ質が高いよね。仕方ねえか。え、クニオくんと同じ人。ああそう、いやこの時代のアニメでよかったよなこれな。今じゃこんなん絶対作んないもん。アニメで作ろうって思わないだろうね。よっぽど高いよって。いや実写です。そっか、だから言ったら立って遊ぶで LD ゲーみたいなやつだよね。仕事用考えると発狂する。これ少し前の依頼で見た覚えが。やっぱでもこれかっけえよなぁ、立ち筐体とな。これゲームなの本当に。そもそもがすげえかっこいいんだけど。これとハイアウトランとかにもアップライトはあったからな。コナミのさ LD ゲーも立ってやるやつあったじゃん。バッドランズだっけ。昔の予算だからできたのかな。いやだからそう、それもあると思うけどね。置く場所がいっぱいあったら売り込みやすいしさ、今なんか置く場所置いてもらう場所なんかほとんどないからさ。何気に国産なんですねこれ。なんか海外っぽいよね。海外に残ってんのかな、どこなんだろうこれ。だから道路が日本っぽくないんだけど、怖い怖い怖い、何今の。色合いとかかっこいい。いやこれなんだろうね、車のデザインがもうそもそも違うじゃん。ラリーとか実写でも、あのね誰も知らないんです。出会ったゲーセンからもすぐに撤去されてしまう。この50インチオーバーのガンシューとな、そ、ガンシュー50インチオーバーって相当でかいよ。でもこういうアイデア今のゲームに取り入れれないかな。無理だね、金かかるから。アイデアはいつも出てるんですよ、もっと素晴らしいアイデアが。俺たちもワクワクするようなアイデア出てるけど、そんなものに予算が下りないんです、ただ。ただそれだけの話です。四国。ありそう。千枚な、これよ、これ走り屋、すごいな、これ、本当に。めっちゃ峠攻めてるけど、これ。色あせちゃってるからさ、これ海外っぽいけどね、映像ね。ちょっとこれ見入っちゃう。これ日本じゃないじゃん、単に。右通行は外国ですね。ああこれね、右通行なの。衰退が衰退していってるからね。見ててすごいハラハラするね。まあちょっとこの今の流れを見てもわかるようにちょっとグダグダになってます。ね、だってそんなに特徴があるのにググっても出てこないってことはやっぱりおかしいよ。何か間違ってるんじゃない。映画も誰も金出さない作品が世に出たら15億円突破とかあるし。ちゃんとマンが運転してるのかな。そう、そのドライバー系の人なんじゃない。実写でゲーセンでしょ。本体と同じぐらいのサイズで銃を置いたりする場所にステアリングがついてるんです。あの赤い車を置え。バーチャコップってどのバーチャコップだろうね。当時プレイして古い印象でしたね。そう、当時プレイした時の印象はどうなの。でも90年代以降だと思うって言ってるからね。90年代以降、古いゲームではないってことね。見てるだけで心臓が飛び跳ねることよ。えらい狭い道飛ばしてて怖いな。ねえ、これよくやるよこんな。まあ日本じゃないな、この石垣みたいな。ゲロ温泉でメガロシティに入ったミスタードリラー見たことあったな。ナンシーから連絡。ああ。でかい映像としても見るわ。ね。関西世紀製作所ってところが聞いたみたいですね。聞いたことね。あ、そう。これバージョン違いあるらしくて、他の画像見ると追走グルマコルベットっぽいんですよね。嘘。バージョンが違うっていうか面が違うのかな。
コレブアだったらバイオ7よりも恐怖。ジャッキー A がよろしくでちょっと早回し再生してるんやろうけど危ない。これ早いよ。なんかえらい早いんだけど。あ、なんか違う車のバージョンがあるね。追いかけっこするゲームなんだね。これが一体どういうゲームなのかだよな、あとはな。ハットプス、イムグアトイキー。これでもなんか、さあ、一個しかついてなくない？ブレーキしかついてないんじゃん、これ。ブレーキペダルとステアリングがしかついてないんでしょ？これはそう見えるけどね。URL が切れてるかな？切れました、スアイ。関西線切ってベルトの上を車が走るエレメカの会社じゃんか、スコ。新しかったと思います。車が。あ、そうなんだ。ベルトの上を車が走る。へぇー。ってなって記憶に残ってます。あ、ペダル1個だけだわ。ね。ペダル1個しかついてねえし。これを作って、これでも1979年だからね。このゲームは。このゲームはちょい古いですね。でも、条件は満たしてるんだよな、なんか意外と。しかもなんか大体外国の人がアップしてるから。海外で人気っていう早いよ。くわ、ロケテの可能性を考えた。それもあるかもな。こんな古くなかったんだよな。これの続編とかあるんだろうかね。ブレーキで通常のになるのかな。テストドリベとか。テストドライブ群馬県伊勢崎市のナムコランドです。これは、はい、そこでやったと。確かに舞台も海外。でもこれは今見ると古い映像になっちゃってるかもしれないけど、当時はそうでもないんじゃん。20年も違うんだから。これをアップされたのは2015年だぜ。だからもうだいぶ違うんだよ、なんか時期が。そもそも時期が違う。だから映像が古くせえから違うとかじゃなくて、まあだからそれ該当するものがあればな、動画がな。最近ね、アップされたのは非常に最近で。でもこういうゲームだったのなんか違う。この追いかけっこみたいな感じじゃなかった、そもそもが。和骨です。クグが綺麗すぎて本当に見間違えたとかないのかな、こういう。え、これ追いかけっこゲーなのってことはやっぱこれのバージョン違いとかなんじゃない。カスコはいろいろすごい。あ、そうなんだ。力押しみたいな。これは洗脳タイムだな。いや、これオレンジさんもまたいわゆる切れてねえよな。この男が輸入していたみたいですね。おい、なんか来たぞ。93年といういい時期のやつが来たぞ。理想的な時期のやつみたいです、ね、この筐体どうでしょう。この筐体でどうでしょう。これが実写取り込みゲーなんだろうか。ストリートパイパー。良さそうじゃない？ストリートパイパー。これ動画ねえんだ。ストリートバイパー。どっちだろう。この筐体に見覚えは？コルベット出てますね。コルベット出てる？おー。ブレーキはどこだろう。ハンドルがありますが。ハンドルあるけど、ブレーキなさそうだけどね。合ってるね。ダッチバイパーか。ダッチバイパー。え？まあ、オレンジさんがこれを持ってきたってことは動画はねえってことが。開発が、ノバ。え？ノバゲームズ。あ、ごめん、車の名前ね。ああ。お！映像あるよ。映像あるぞ。映像来たぞ。画面は非常にこれっぽいです。あ、見た？これじゃね。あー。なんで、どの画面？この2個目？うへぇ、夜。確かにグランドキャニオンっぽい。っていうか、なんか日本じゃねえだけだな。グランドキャニオン感じゃねえ。へぇー。マジで？来ちゃったじゃん。これはオレンジさん。これはまあまあ、これは今回はオレンジさんでいいだろう。扱いをどんどんひどくする。ダン！ストリートバイパー。なのかな？ビッパーなの。これは動画がない。93年です。だから日本に来たけど、ちゃんと仕入れ、販売はしなかった可能性あるね。ノーバ。え、これ本当に動画ねえの？ありそうじゃねえ？あるじゃん。違う。バイパーなんだ。
動画があったけど、フォルザ6って書いてある。ダメだ、これ。アクセルとブレーキごとないそうです。おめでとうございます。どっちもねえと。場所はないでしょうね。いうことですね。探してたけど見つからなかったよ。動画ないね。わら、動画ないな。じゃあ、ブタシルさん珍しいもの遊んだね。そうだね。じゃあ、これ URL 書いておきますんで。絶対接機してくれる会社あった。絶対芸人ファンと会いたとか。絶対。ナムコのポップ画像は見つけた。嘘。何の話？ナムコのポップ何の話？これナムコが出そうとしてたの？今下が画面消えてんのなんで？なんだこれ？あ、いいや、ごめん。消えてんのはデフォだった。消えてという普通だった。よし、お待たせ。URL 省略。豚汁お疲れ。群馬マッコとマチョウゼよ。これは入手手段あるんかね？ない。これは。あと5分です。動画もねえのにないよな、さすがにな、これはな。車をこないだ念願かなって買ったので、それで勘弁してください。すげえ。これは遊んだことがある。いくらぐらいのもんなの？あ、ナムコが、おい、あ、来てんじゃん、日本。日本に来てるらしいぞ。コルベット買ったのか。コルベット。OW? コルベットって、いくら？それですげえ、わら。すげえ。アクセル、ブレーキ、操作一切なしって書いてあるぞ。え、わら。遊び、あ、これ、このファミコンの時代、98、3年ですよ、でもね。わらわら。わら。同じ走り走らって。映像と立派なのかな？日本に若干来た可能性あるね。わら。でも、ローカライズとかされてなさそうだね。すげえ、マジだ。ね、フライヤーはある。フライヤーまであるのか。うん。わらわら。兵庫、なんか落札時代終わってるわ。おい、5件入札されてるぞ、これ。すげえ人気、大人気ですわ。ブレーキ、なかったんです、なん。92のコルベットです、安くはなかった。いくら？いくらなのかが気になる。のねなーるだわ。そうだなぁ。じゃあ、お疲れ。ナムコでや、ナムコだったね、ストリートバイパー。マショー出店したけど出回らなかった経過。ダメだ、なんかダメだ。この画像を撮ろうと思ったら撮れないんだけど。ちょっと待ってよ。あ、大丈夫だ。名前。ありがとうございました。はい、お疲れ。ご苦労。盛り上がったな。変に盛り上がった。まあ、釣りはワンパクフィッシングだけどな。よし。じゃあ、行くぞ。デミさん行くぞ。もしかしたら、ケイシーさんとデミさん探してるもの一緒かもな。ぜひそのコルベットでいろんなところへ運転してください。いいね。ナムコに聞いてみたら、俺ナムコに友達いるけど、多分知らないと思うわ。全然、多分全然部署とか関係ねえし。安くてって、上まで行ったらいくつなんだよ。熱意で C4 オーナー。いや、もう延長してねえ。あ、延長終わってる。あれ延長。この枠って広告されたのかな。さあ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 、デミさん生きてるか。あ、広告してもらってるわ。じゃあ、行こうぜ。延長しました。延長で行こうぜ。デミさんいなければまた明日。で、いいんじゃないですか。延長はい。あ、イビさんいた。延長です。さあ、デミさんがどこまで残っていたか。豚汁お疲れ。そして、デミさんいた。いた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 。スマホかな。じゃあデミさん特徴をどんどん言ってください。俺と対話をメインでお願いします。ブライティスもあるね。微妙なマイナータイトルだしね。悪いゲームじゃねえんだけど。あ、体って体験版のことか。そうよ。私はずっといますよ。アイビーさんの人。ありがたい。体験範疇自体を探しているのですけれど大丈夫。あー、難しいこと言うね。見つかるかもしんないけど、とりあえずやってみようか。じゃあ何のゲームが収録されてるか分かってんだね。とりあえずその体験版のディスクが欲しいと。じゃあそれだったら電撃プレイステーションだよね。電プレ D で多分。うん。いや、電撃、ハイパーじゃねえよ。絶対、電撃プレイステーションのあのタイトル画面の女の子もしくはあの歌が聞きたいんでしょ。うん、だったらニコニコにあるから。うん、ハイパープレイステーションじゃないと。俺は知ってる。ハイパープレイステーション。テックあったな。テックでもないよ。多分電撃でしょ。欲しくねえもん、それ以外。よし、行こうぜ。何のゲームが入ってた？ T
テックプレイステーションも多分、イージャンプディスクあんの、その。E。何の E だ。覚えているのは電撃イライラ棒がありました。はあ。それ以外ないのかよ。何が入ってたかどんどん。電撃イライラ棒だって、電撃イライラ棒つんだけあれ。イライラ棒の、俺持ってるかもしれんけど、電撃プレイステーション D11 だって。ググれや。炎のチャレンジャー。ああ。プレステ、雑誌、体験版、イライラ棒。てか、電撃プレイステーション D、イライラ棒で出ました。炎のチャレンジャーか昔プレイしたな。この人が初恋の人なんですか？いや、11って書いてあったよ、さっき。炎のチャレンジャー。間違ったこっちに書いてない。何を書いたんだよ。ああ、ググったググったやつがこっちに来たのね。ん？あ、待て。D11 には入ってるっぽいけどね。え？11持ってるな俺。ね。ですね。D11 には、うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャー、電流イライラ棒リターンズが入ってます。探しているバージョンがレースゲームなんですけど、え？何？探しているボルが？ボリュームが？レースゲーム？え、何の話してんの？イライラ棒が入ってた、他のレースゲーム探してんのね。それが入ってたディスクのね。うん。じゃあ、それだけじゃないのかな。新着。レースゲームはプレイできるんだろうか。ラリーでアフリカ？いや、ディスクが欲しいでしょ。お、ドンピシャっぽいじゃないですか。いや、待て。あー、デコトラ入ってるよ。デコトラ。デコトラじゃねー。アドバンレーシング？いや、デコトラが一緒に収録されてるわ。これ、歌だけだから、これ。この動画は歌だけなんでね。3分。このゲームですかね。夜だね。夜しかねえな。あ、縦長だね。ごめんね。怒られそうだけど大丈夫そうだね。あ、そう。あれ？それは、ランナバウト？これじゃないね。プレステ1にそんなゲームある？12と13の歌を入ってる。マジか。D7 にイライラボーリターンズとカットビチュー。あ、ほんと？あ、じゃあカットビチュー見ても。いや、だから、プレステ1にねえゲーム言うんじゃねえよ。あ、で、いや、でも事故がちゃんと出るんでしょ。入れていいじゃない。俺だって入れたいよ。ちゃんとディスクをパソコンに入れるとね、曲とか抽出できるから。事故してるとこ見なきゃ絶対わかんないかな。これ事故映像あるかな。デストラクションダービーはちゃんと事故映像ないんでしょ。レーシングラグやってたからさ。事故イベントが起きるのかな。そこなんだよね。事故った時にバーンってなんかこう映像が出るんでしょ。カットビチューンよくわからんわ。そしてまたもうニコニコが重くなってきてんだよね。事故が出ると聞くとバーンアウトが出てる。そうなんだよね。プレステじゃねえんだよ、それ。14とか総曲集だったりした。そう。プレステ D 復活してほしいな。いやー、どうかな。途中やっぱあれは最後まで追っていった人だったらわかるけど、亡くなるべくして亡くなったかなっていうのはあるね。イライラ棒の付録ならカットビチューン。テックセガサターンに関しては本当にボーンって終わっちゃったけど、カットビチューン。そのイライラ棒とカットビチューンが収録されてるやつはプレイステーションいくつなの？電撃プレイステーションいくつなの？誰かさっき言ってたの。7 7だって。電撃プレイステーション D の7 D7。 ノエル車が FD。 URL 省略。この曲に聞き覚えは？
ありがとう。全部見れる。いやでもカットミチューンはどうなの、見て何にも反応してないみたいだけど。おめえ何なんだよ。お前探す気あんのかよ。お前もう20年ぐらい前になるとかマジかよ。曲の記憶もなかなかあなどれないです。まあな。そうだからさっきそれ見てない。嘘だろ。お前今来たのかよ。マジかよ。今来てすぐコメントする人はちょっと黙っててくれる。何を探してるか見て分かんなかったらちょっと黙っててくれる。これ一生懸命追ってる人だけでやってるから。いやって体験版だからだろそれ。違うの？これは体験版じゃねえからこうやって全部入ってるだけの話なんじゃねえの。もうちょっと考えようよ。一生懸命探そうよ。このレース画面どう？それぐらいはちょっと考えよう。少し考えたらわかるでしょ。URL 省略っていうか、じゃあ電撃プレイステーション D の俺が 7?7 だね。見て7を出せばいいんだね。じゃあね。今すぐ出せるか微妙だ。出るな多分。おカットビチューンなのこれ。ランナーバーとか、なんでプレステ2の、待てランナーバーとか、これなんでくれたんですか。電撃プレイステーションの中に入ってたんですか。これがこういうレースゲームじゃねえのかな。でもランナーバートってね、事故るとアングル変わんだよね。だからもしかしたらそのことを言ってんのかな。事故るとバーンってこう、なんかそうちょっと違う目線からのアングルが入るから。こういうガチのレースじゃねえのかな。事故ってみないと。レースかカーアクションかの違いが分かれば。なんか何色の車だった、それでやった時。プレステで事故るモード入るとなると、レースドライビンとかも怪しそうですね。レースドライビンって事故る映像ってあったっけな。レースです。あ、レースだった。なんか街中走るやつとかじゃない。デンプレどこや。よいしょい、あと何分。ないね。探すのがめんどくせえな。ダメだ、やっぱ出しとかなきゃな。デンプレはコースの詳細を覚えているのですが、どういうコースでした。ちょっと探すか。どこだ。どこだったかな。ワコツー、肉まん、もしかしてディスク？ん？いや、ちょっとディスクが見つかんねえな。暗いな。レースドライビングは96年、イライラ棒は98年だから時期が合わないかな。なるほど。あ、あるあるある。あった。D の 7？ D 7。2、13、3、7、あった。やかましいなお前ら、二人集まって何やってんだ。手元にあるんだ。わら、あるよ。ないと思ったかい。何でも持ってるのな。わら、みんなも持ってるでしょこれ。この速度で出るぐらいの感じで持ってるでしょ。嘘、俺だけじゃないよね。さあ、いや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 、普通出るだろ。出ねえくせにゲーム好きとか言ってんじゃねえ。敷居が、ハードルが高すぎる。さあ行くぜ。持ってます。今出してきました。そうだろ。そういうもんだな。俺のゲーム、俺の知ってるゲーム好きそうだから。よいしょ。この速度で出していく。音量が出てないね。
よし。実機検証、わら。じゃあ一曲歌を聴いてから。ちょっと待って、音量がわかんねえや。実家にならあるかな。実家か。教室の詳細を覚えてるみたいですよ。さあ言ってごらんなさい。この画面に覚えありますか。見てもらったんだよさっきそれ。パッとビチューンがあると、そしてイライラ棒もあると。他からクッキングファイターもあると。ああじゃあ。やっぱこれ違うのかな、テックプレイステーションなのかな、誰かテックプレイステーションのイライラ棒調べといて、これじゃなかった場合。クッキングファイター派はバカゲー、バカゲーだけど悪いゲームじゃないよ。シナリオフリーバーサスかフリーか、コースの詳細は？よく道にぶつけて事故らして遊んでた。スタート地点は小倉で上り坂があって右に曲がるところに海が見えるカーブがありました。そういうことか。どれなんだろう。スタート地点青空。ま事故ってみりゃわかるよ。事故りやすい直線コースがいい。事故ってみてた方が早い。よしこれだ。限られてた。しかも1個しかねえ。ん？朝か。てか1個しか選べねえや、コースは。これみんな見えてんのかな？やめとこ。伊勢しか選べないのか。あ、全然海見えねえな。これじゃねえな。うわ、早い。アナログスティック使っちゃったよ。アナログスティックなんか全然使えない。あ、スピード感すげえ。車っぽくない、挙動が。これは違うな。これはちょっと違うな。なんかすげえスピード感。うわ、挙動がやばいな。事故ってもダメだね。違うね、これね。プレステで事故った時にそんなにダイナミックな映像が出るってどういうゲームだろう。ああ。11もイライラ棒入ってるって言ってたよね。そこにはデコトラが入ってるけど、あれ事故れないよ。ダメだね。これはダメだ。はあ。薄暗いイメージだった。誰かその、あ、これはダメだ。やべえゲームだこれ。あと11、12、13、12、16、64、28、11あった。何の順番なんだよこれ。これもイライラ棒が入ってるやつだな。歌の記憶がないんじゃな。これ何歳の時やったの？ところで。何歳の時にやった？どうした？データベースでは D11 はデコトラはセーブデータで体験版はアドバンレーシングで。あ、そうなの？あ、アドバンレーシング怪しい？アドバンレーシングちょっと。そう、それをまず言ってくんないとね。で、これ次のもう一個イライラ棒が入ってる体験版。歌の記憶、でも小学生で歌は聞かねえよな。俺でも電撃プレイステーションとテックサタン大好きだったからさ、俺当時ね。青春ソングだから、この歌が、この歌の評価はちょっと甘いよ。あ、そう、イライラ棒入ってないじゃん。
俺11って言ってなかったっけさっき。イライラ棒ってなんか別のあれだったのかな。じゃあ違うわ。ムービー。小学生だったらこんな女の子出てきた時点でゲームどころじゃない。ちぇー、あんまりあんまりなぁ、ないわ。イライラ棒は体験版の方ではない。なるほど。電撃プレステーションくらいですか。うん、体験監修だ。いえ、テックプレイステーションもありますね。テックプレイだから、あの、誰か調べてる人いる？誰かそれを調べてる人がいるかい？コースのセーブデータが入ってるそうです。おう、仮面ライダーってあれか、格ゲーというか、格、まあ、言っても格ゲーか。ニコ動のが5本しかないです、テック。おう、いや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 、あの、データベース的なものはないんかい？俺が全部これで。あー、そう。年代は？これ何年だ？え、そう。手元にあるんだけど、これ。手元にそこそこの量のテックプレイステーションはあるけど、あー。よ。証言と年代だけ聞いてると、オーバードライビンシリーズも怪しそうですね。あれ、でも事故るあれあるかな。アドバンレーシングそういうゲームじゃないよね。ちょっとだけやってみる。ああ、どうした。はい、テクハ調べてるんだけど出ないんだよね。うん、テックはに面白くないもん。テックサタンはめちゃめちゃ力入れてたけど、テックプレイステーション全然力入れてないもん。どうしようか、これちょっと大変だな。少なくとも2はクラッシュカムありましたね。2? どれの？これでもなんかちょっと、あ、ないか。すげえ、今の画面出すために読み込んだんだぞ。あ、よかった、よかった。クイックレースしかない。よし、早いよ。でもなんか結構リアル系だから、事故ったらなんか終わりそうな日ですけど、そんなことないんだね。今思い出したのですが、他にトラップガンナーというゲームがありました。トラップガンナーとイライラ棒という感じらしいです。トラップガンナー欲しいんだけどな、すぐ根崩れしちゃうんだよな。誰か探してください。8かな。 8さっきなかったっけ。嘘。おい、マジか。いいぞ、よく思い出した。そこ大事よ。8ね。とりあえず8。11のディスク2、8あった。8のヤルドラの方だな、これ。もっとちゃんとした方が。え？あ、ほんと？じゃあダメだ。ダメだな、そういうことじゃないな。イライラ棒が入ってる、ちょっと探す。これ待ってもらってる人に悪いな。時間がかかりすぎている。いろんな体験版が混ざってませんね。一枚の中に本当に詰まっていたんだろうか。試しに見てみれば。いや、だからそれを時間かかるが嫌だって話をしてんじゃん。記憶違いの可能性も、記憶混同かも。まあ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 、行ってみよう。よくできてんな、これ。ちょっと、あ、でもアドバンレーシングは事故っても映像出ねえっていう。わかんないよな。このよくできてんね、これ。アナログスティックの効かないって。よくできてんな。あ、アングルが。アングルが。このバシバシバシって、こんなに火花。あの視点、この視点に戻す方法がよく分かってない。事故れ、事故りなくても事故れないんだけどね。小学校3、4年でよくそんな金あったな。ドガン、絶対無理。これで事故じゃなかったらダメでしょ。事故れないんだよ、これ。でもさっきの2ってやつもさ、そんな事故のあれってなくなかった。おめえんちじゃねえのかよ。おい、お前持ち物じゃねえのかよ。これなんか勘違いじゃねえのか、やっぱり何かよくできてんだよ、これ。うん、アドバンレージ。このシリーズはね、ちょっとこれあれじゃなかったっけ、グリッドとか作ってるとか作ってる。見てたら分かる。このちゃんと車の車体のさ、ピカ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 するとことかもできてんだよ、これ。これ確か洋芸だったと思うんだよね。あれなんてメーカーだっけ、グリッドの。あー、ダメだね。
レース系だったら任せとけみたいなメーカー今時で言う。アトラス違う違うわ。なるほど。そう、そうなの。あのさ、ちょっと待って、デミさんに聞きたいんだけど、そのさ、事故った時にさ、出る映像ってさ、どういうもの？もうゲームが完全に止まっちゃって、もうその事故映像だけ見れるみたいなことなの？それとも、ちょっとこれ画面見てもらおうか。もう見たよ、もう見たよ。7は、7と今、7見て、11見て。で、これで両方違った。ありがとうございます。レースもリタイアになるとか、カメラが事故アングルになって仕切り直しになります。それはかなり一瞬だとするとランナーバードの可能性が高い。誰かランナーバードの綺麗な映像の持ってきてくれる。今ちょっと机の上がアングル変わる系か。メニュー画面参考。両つべスネルピズ特具、T12S コースって周回するタイプか、スタートからゴールまで片道かどっちでした？自己シーン探し中。ランナーバードだったら確実になんかアイテム取った時とかもその映像になるからあのすぐ出る。自己映像がないランナーバード動画なんか多分ない。あ、これか、さっきの先ほど貼ったものです。でもこれ画質良くねえんだよな、まあ、あ、悪くねえな。正解だと思います。なんでこんなに汚ねえんだろうな、これ。あそこまで綺麗なのに周回。ちょっとこれ見て、これを。あ、見れないこれです。ちっちゃい、この感じ。あ、このほらほら、事故事故事故。多分ね、プレステ1でね、こんだけ事故の、で、アングルが変わるってない、これぐらいだと思うんだよね。でも誰かが、なんか事故映像があるって言ってたけど、俺はあのゲーム大好きなんですけど、そんなカメラなかったと思うんだよね。ある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 。あります。あとこういう建物なんか入ったりとかね。なんかこう、壊しまくったりするゲームなのよ、これ。お金の概念はなかったと思います。サーキットって言ってたしな。もうちょっとちゃんと見よう。ほら、こういうなんかアングルが変わったりとかね。サーキットって言ってた？いや、わかんないよ。小学校3、4年だぜ。とりあえずちょっと見てもらおうよ、これ。思い出させよう。海見えたんでしょ？うん。海見せればいいの？これもあった。テンプレディ、データベースです。おう、省略、バミス派。体験版だからお金ない可能性が。その辺は分かんないね。プレステだとオーバードライビングとかもクラッシュあったな。オーバードライビングとかクラッシュ。あー、まあちょっと、じゃあオーバードライビングちょっと見てもらうけど、周回じゃねえんだよな、あれ。オーバードライビングは周回の、ワンは違う、あれ、待て、周回だわ。この固定班の人いるの？もうカッコつけんじゃねえよ。スピード出してもうカタカナでダサくしてやろう。何をカッコつけてんの？見えないので無理です。このレースゲームはどうでしょう。あー、画質が死んでる。わざわざ事故らさないといけないのか、オーバードライビングはね、あ、もうなんかもう両所じゃん。事故したら車が元の状態に戻って仕切り直しなんでしょ。ダメだな、これ日本語で探しちゃダメだな。バグってんのか。つけるなら英語のコペハン、つけるなら大文字でおなしゃす。むずいぞこれ。全部一緒これ。お金表示ないです。URL 省略。お、体験版にはお金の表示がない。とりあえず見とけ。へえ。でもそれだけ？海の面とかってわかんないね。あ、なんか海行っちゃったし。通り抜けちゃったのか。バグのタグが不吉。ダメだこれ。オーバードライビングの動画アップしてるやつマジ画質悪すぎるわ。全部お金表示ありましたね。常には出てないだけか。ダメだ。
オーバードライビンというのは海外では名前が違うのかな。困ったね困ったね、これ本人の記憶が思った以上に曖昧だな。困っちゃったぞこれは。もうなんかうんともすんとも言わないもん。あった、さっき買ったメニューだけどうなのか知りたいっすね。何の話ですか。サーキットではなくて山道、トンネルなどもありました。 3DO 版ですが様子でぐんと豪くくななビュー、しかも登り坂あって海が、ね、あのね 3DO 版って違うゲームなんですよ。あれオーバードライビン独スあれは違う。多分ね、オーバー時期的にはね、オーバードネイビンデラックスじゃなくてね、2の方だと思う。あれないこれ。やっちゃった。やっちゃった。嘘だろ。違うと思います。黙っててください。申し訳ないけど。ラリーデアフリカそんなあれがないですから。そんなあの事故ってなんかリプレイとかねえから、そもそもがあるんだったら動画で探してきて見せてください。ごめんなさい、5分前です。はい、とりあえずさ、その言うのは楽でいいよ本当に。言うんじゃなくて持ってきてくれよ、頼むから。何の役にも立ってないわ本当に。頼むぜ。一緒に入ってたトラップガンナーっての抜けてる気がする。あ、トラップガンナー入れてねえじゃん。トラップガンナー、はい。もう一緒に収録と。結構でげえよな、これ。とかもう、だから一個一個調べりゃできるけど、これ順番待ちがこんだけあるから、ちょっとやめよっか。今日は。明日にするか。頼む。あ、これちょっと事故っつっても映像は入んねえな。ただすげえ派手な事故だけどね。ペランペランになる。あと本人も自分で持ってたわけじゃなく、友達ん家で適当にやった感じだから、なあ、分からんよ。ちょっとこれはデミさんはちょっとあれだな。あのね、今あと1、2、3、4、5、デンプレのトラップガンナーはが、はい、収録。ああ、トラップガンナー入ってるやつあるけどってことだね。そうそう、マリオカードみたいな感じ。で、デミさんがこれを見てて何にも反応してくんないから、答え知ってんのデミさんだけなんで、ちょっと反応して、これですとかそうじゃありませんとかさ。そもそもが、もうちょっとこれ、電撃プレイステーションじゃないとかなりきついんですよ。かなりきついんです。お前しか答え知んねえんだから、頑張れよ。それを見てもらいたいの。いや、トラップガンナーはいいです。トラップガンナーは持ってるし、知ってるし。いいゲームだけど、売れなかったゲームだから。なぜかすげえ、1週間ぐらいでもうなんか、5分の1ぐらいになってんね、なんか。掲示板に依頼をかけば体験版持ってる人はたくさんいそうだけども。そうね。こういうゲームはこれか。坂を登ると海が見える道。事故るっていうとレースドライビングとか思いつくけど、体験班あるのかな。レースドライビング、確かにな。とりあえずだから朝はその電撃あのゲームのプレステの体験版でレースドライビングとイライラ棒が一緒に収録されているものを探してくれ。そういう風にぼやくだけじゃなくてできるでしょ、それぐらい。さあどうだ。違うと思います。はい。何が違いますか。こんなにグラフィック良くないですか。どう違います。これ消そう。いや、消さなくてよかったかもしれない。てかもう明日でも無理だぞこれ。この感じではきついよこれ。高
スに家はなかったですね。はー、そういうことね。記憶混ざってる可能性でかいな。だって体験版ちょろっとやっただけでしょ。で、壁に当てて喜んでただけだったら別にコースのことなんかわかんないっしょ。延長はもう1分前になるとできません。レースドライビングはサターンスーパーに体験版がついてたっぽい。友達にも聞いてみた方がいいんじゃ。でもな、小学校の時の友達ってやっぱ連絡取りづらいよな。連絡取れる小学校の時の友達ってあんまりいねえな。合わない。なんとなくこの体験版持ってた気がするけどレースゲーム思い出せない。いやだからね、電撃イライラ棒はいっぱい入ってんだけど、そこに入ってるものに該当するものはない。サターンにイライラ棒がねえからな。だからイライラ棒に俺たちは翻弄されてるけど、本当はやっぱイライラ棒関係ないかもしれないね。そもそも事故った時にそんなに演出が出るレースゲーム自体がプレステにない。だから探してって言ってんの。何度も言わせないで。頼むから。みんなも今日。なんか今日は怖いな。今日はちょっとやめよっか。これはまあマリオカートみたいな復帰しかないもんね。あとはもうちょっとこの動画を見てくださいって人がいればぜひ持ってきてください。とりあえずこれはダメね。無理。記憶が曖昧すぎ。多分ランナバウトだと思うし、そもそもがランナバウト、なんでランナバウトだと思うかっていうと、その記憶とすごくに近いとかじゃなくて、ランナバウトは体験版の印象が非常に強いんですよ。いいです、もういいです。カタカナでいいです、お前は。ギブアップ。和骨です。よく曖昧。和骨です。和骨、自己診動画探すのむずい。和骨です。インスタントリプレイ。和骨です。和骨、和骨。ああ、間違えちゃった。プレステ1で自己演出があるゲームを探した方が早そう。そう。まあ結局そうなんだけど、インスタントリプレイ。3個手半つけてくださいな。和骨です。これは、これどこのゲーム、これ。和骨、どうも。和骨です。それ、PC。はい。パソコン。あのね、なんだ。ハードドライビングが55だっけ？それ別のシミュレーターにレースドライビングの音楽。ああ、なるほどね。よし。いや、俺、レースゲームは全部持ってるから。ナスカーランブルはめちゃくちゃなイメージ強いけど海外だし。なるほどな。和骨です。で、結局デミさんどこ行ったん？一番に来なきゃダメよ、依頼中の人は。俺より先来ないとダメよ。この人上手いのかな？和骨？来た。いた。と、はい。で、俺より先に来い、わら。俺より先に来ないとダメでしょ。俺よりも先に来い、キム。そりゃそうだよ、だって。こんなに遅く来るのおかしいだろう、社長か、お前は。俺たちは対等な立場なんだぞ。はい。サイドバイサイドスペシャルってマジで？この今見てる映像はどうなの、ほんで、デミは。おい、デミ。これもリプレイ、これ事故ったらリプレイ入るぞ。さすがにいくら。お前、そんなこと言って昨日ドゥームと画面そっくりだって007の人がいたんだからな、お前。64とスーファミ間違ってんじゃねえよ、お前。本当に。お前の目は何なんだよ。もうくり抜いてしまえ、ほんと。5分。これの5分58。なんか見つけたらしいぞ。サイドバイサイドスペシャルってそんなのあるんだ。サイドバイサイドスペシャルってなんかあの体験版とかありそうだもん。じゃあちょっと
ケイシーさん準備して。お前も体験版なんだな。お前も体験版であった。黄色い。ケイシーさんちょっと聞いてダメだったらすぐ切ろうぜ。無理ですと。大丈夫かどうかはお前次第だ。これ事故るのっていつ、これ事故んのいつ、そして事故んなくてもこのゲームだったら分かってくれよ。お前しか答え知んないんだから。ケイシー、海見える、海見えるよこれ。これデミさん見てないのこれ、まさか。イエスマンの体験はね、体験ダメだこりゃ。海が見える、でも建物あるからな。建物ねえっすよな。防災の棒が同時に収録されてるものはなかった。コースの半分は鮮明に覚えているので違いますね。20年前くらいに友人宅でプレイしました。じゃあダメだな。一応 V ラッリー事故、両つべ8日オブ B さん続く。 V ラリー事故、へぇー、ラリーだったら車がない可能性もあるね。デミさん赤字を儲けして、こっちも友人か、また友人宅案件か、わら、友人宅か、横スクロールアクションです。ちっぽけラルフ。これ事故のあれないよね、リプレイはね。シルエットミラージュ、ちっぽけラルフ。はい、またちっぽけラルフかい。横スクロールアクション体験版、なるほど。ちっぽけラルフの可能性高えな。友人宅。頼むから自分で買おうよ。なんでみんな買わねえんだろう。面白かったら買おう。プレステごと持ってなかったのかな。ストリートファイターのブランカみたいな。知ってる、それピンク色の髪の毛だったでしょ。あー、そうだな。ウーピーキャンプっていうメーカーが作ってたな。へえ、さあ、ちょっと待ってね。動画は違いますね。あ、動画違うね、はい。うん。V、あ、これ V ラリーなんだ、これ。俺、あれかと思っちゃった。ボワンボワンしてるやつかと思っちゃった。俺飛んだ。体験版にあったもんね、あれね。わ、コツです。トンバだな。ちっぽけラルフ、体験版、両つべく特殊グループ。いやー、トンバじゃねえんだよ、ありがとう。ブランカみたいな主人公が、まさにこの人だね。ただこれ、俺トンバとなんかいろいろあるからさ、トンバザアドベンチャーだっけ？でもこっちだよね、体験版入ってたのね。どうでしょう？ケイシーさん、どうだろう？よし、俺トンバ、これはこれはおっさん、おっさんゲーマー、全般一般教養、何歳からおっさんとするか別、それは自由にしてください。俺トンバ、似たゲームが2つあるんで両方買ってください。トンバでプレステ1、トンバで調べたら出ます。いやこれなんか意外と、なんだっけこれ、魔界村作った人が作ったんだっけ、なんかちょっとそういう鳴り物入りだった気がするんだよね。はい、うん、難しいかもしれないね。意外とプレステでこれ探してる人意外と多いってことは、やっぱり見失ってる人が非常に多いんだよこのゲーム。見失われてるゲームですね。いつなんさん、いつなんさん、騎士はよし、じゃあケイシーさん、お疲れ。字を赤から白に戻してください。三つ名さん生きてるか、まだ待ってるか、二作ある。知らないでしょ。トンバ、トンバザオ、なんだっけ、あ、よかった。じゃあ始めてください。機種、ジャンル、年齢。俺トンバと、なんかわかんねえな。アドベンチャーの方しかやったことなかった。こういう、なんかあるよね、アドベンチャーね。タイトルの演奏は強かったな。
オレトンバとトンバザワイルドアドベンチャーだね。うん、まあわかるんだけどね、どういうものを作りたかったか。ただ、意外と眠いんで、このゲーム。まあ俺はもうこういうゲームあんま好きじゃないから仕方がない。いや、アドベンチャー要素が強すぎる。うん、水田さんはどんどん言っていいよ。家庭用ゲーム機で父親の隣でプレイを見てました。はあ、うん、広いなあ。うごあ、父親案件来ました。マジか。うん、父親案件。ジャンルは父親に聞けない理由はしっかりしてるんだろうな、俺たちが納得できるぐらい。あ、ビツナさんって前も依頼してた。多分今日固定班つけてない人は何度目かだよね。ちゃんとしようよ。ダンゴムシのシューティングだっけ。あれあれ嫌。あれは嫌だな。きついな。親父に聞けないんだっけ。だから毛虫とか、毛虫探してんのにダンゴムシって言った人でしょ。しかもぐるぐる、背景ぐるぐるとかさ。ちょっとダメだわ。ちょっと、気合い入れたら損するわ、これ。どんどん、どんどん、どんどん行こう。どんどん行こう。もう親父に聞けない理由があるんだろ、きっと。うん、親父に、なんで親父に聞けないかちょっと聞きたいよね。俺たちのモチベーションの問題だわ。あ、やらそう、エアロブラスターズ。カーネコシューティングな。小手半がついてないやついないな。よし、優秀。まあ、それが普通なんだけどな。日本語がわかれば。頼むよ。お茶あった。お父さんはすでにそのゲームの記憶消えていました。そっか。結局はそういう、その程度なんだよな。親父蹴っ飛ばして聞けばいいじゃん。多分そこまでやったら出ると思う。まあいいや、とりあえずは始めてくれ。聞いたんですけどね。じゃあ早く始めてくれ。もういいよ。わこつ。記憶消えてる親父多すぎ。ねえ。記憶のセーブが。もうちょっとね。早いよ。いや、蹴っていいよ。もう蹴り上げてくれよ、もう。何電極。電極じゃなくても刺すの嫌だわ。叩けば思い出すんじゃね。ね、斜め45度からチョップするから治るよ、その年代の人は。よろしく。やってみます。やってみるんかい。むしろお父さんを枠に呼んできた方が。な。ご飯食べた。だから前も言ったんだって、親父を呼べって。記憶を消してるんだろ、水みたいに。白黒テレビか。いや、カラーでもそうだったよ。あれ、ニョキちゃんいいですね。メソポタミア。だってもうまだシューティングでもなんでもないんだよ、これ。まあ、まだ PC エンジンかどうかもわかんねえから、機種は不明なんだよね。え？それ親父がギャングだったんじゃねえの。単に。単に親父がガン。で、どういうゲームなんですか？ね。うん。親父が鉄砲持ってましたってなんだよ。頼むぞ、お前。順番待ちしてきてまだいるんだからな。ちゃんとその辺考えて、効率よく行こうぜ。いや、もういいよ、もういいよ。もういいな、ゲームは。いや、デスクリーム、本当にやったことある人だったら分かると思うけど、あれはガンコンでやるゲームじゃねえんだよ。にわかには分からんだろうけど。ヨッシー、ヨッシーが構えてんじゃねえよ。ヨッシーに乗ったおっさんが構えてんだよ。若いなぁ。ってことは、親父もそんな前じゃないじゃん。ちょっと、親父呼んでこいよ、マジで。下手すりゃ親父の方が年下だぞ、俺ら。でも今20だとそうか、俺より年下ってことないか、まだ。ダンゴムシそうなの人のスマホはスマホなのか。そうか、とりあえず、親父を呼んできてほしいわ。親父の方が話合いそうだわ。今日は PC、はい。よし、どんどん行け。
ほんの15年前やぞ。そうだよ、お前15年前なんて親父が忘れてんのずって嘘だよ。めんどくせえ、こいつバカな君めんどくせえっす。はい、どんどん行こう、どんどん行こう。二十歳ともっとピリッとしてるもんかと思ってたわ。今見たけど機種不明とか舐めすぎじゃない。いや、あの小手半がない人は黙ってください。あと嫌々な人はやめてください。もう喋んないでください。ろくなもんじゃねえから。普通の銃でしたか、ライフルみたいでしたか。うん、いや、ちょっと待って、それ聞く。もうちょっとちゃんとディティールから聞いてこいよ。ゲームのディティールとかゲームの方から聞こう。あの家庭用でライフルのゲームってないから、そもそもか。ちゃんとした質問から聞いていこうよ。ちょっとインタビュアーがちょっとやばいよこれ。とりあえずどういう敵と戦う眼臭とかなのか聞かないとさ、どういうとこから聞くとかもすごい大事だからね。これ気安くコメントができる枠だと思わないでください。この枠かなりハードル高いよ。本当に鉄砲しか今のところ要素がない。そうだから、とりあえず早く喋ってくれないと。何にも出てきてないから、まだ銃を持って、親父が銃を持っていたことしか分かんないよこれ。眼臭じゃないかもしんないんだから、これ親父がただ銃を持って水凶なことをやってただけかもしんない。ゲットバスで魚が釣れねえって銃持ってたかもしれない。撃ち殺したり。もう娘のプレステ2のゲームでこの観客撃てねえかなって、ガンコン繋いだだけかもしんねえしよ。矢口まりに個人的になんかこう恨みがあって撃ち殺そうとしているかもしれないしよ。一度は特殊コントローラーでプレイしたくなりますよね。うん、あ、違う、シリアス系かファンシー系かが分かればちょっと絞れるね。グラフィックの具合も教えてほしい。あ、俺なんで間違ってるか分かった。あれ、ちょっと待って、誰これ、三つ南さんだよね、どこ行った。ちょっと待って、三つ南さん来ない。三つ南さん来ねえぞ。おい、運記憶が曖昧で銃が四角かったような、バイオハザードみたいな。ちょっとこれやめよう。これやめようぜ。こんなにわかんないやつ調べようねえもんだって。ちょっとマジで、うん、俺もバーチャコップちょっと見ても、これを見てもらってわかんなかったらもうやめよう。無理だもんだって。無理かもしれない。本人が記憶がなさすぎて探す段階にねえ可能性が高い。この人たちでしょ、主人公。待ち時間の間特徴メモしとくくらいしよう。うん、だから今、アサさんと、なんだっけ、ちっちゃい魚の人はちょっと、ぜひ、もうまとめといてください。バイオの眼臭あったね。あるよ。ガンサバイバー。セガハードかな。主人公の姿が。あ、バイオハザードみたいな主人公。ガンサバイバーってバイオみたいな主人公なの？そしてパソコンなのに返事が遅い。依頼待ちの人はメモよろです。うん、画像の感じが全く伝わらない。本当にやりたいの？これです。あ、おめでとう。本当かわかんないけども、バーチャーガンを見てもらおうか、じゃあ。バーチャーガン。四角い銃。まあ、バーチャーガンは、まあ、四角いっぽいイメージはあるっちゃあるけど。これですね。違うか。パチパチパチ。っていうことにしようぜ。これ以上怖いから。バージャーコップ。だ、俺のさ、サタンの動画バージャーコップ入ってないんだよね。なんでだかわかんないんだけど、すっかり、完全に忘れたっていう。入れ忘れバージャーコップだから。びっくりしたもん、後で。なんでバーチャコップないんだよって誰かコメントで見て、あっあっやったっつって。だー、そうね。だって、騎士もわかんねえからな。どれ父親なの？とりあえず、父親は銃で撃てば思い出すよ。バーチャコップっつって。撃った瞬間、バーチャコップって言うから。あ、バーチャコップだっつって、まあ。一度きりだけどね。答えが聞き出せるのはね。残念ながら。これは、バーチャコップじゃねえっていうのは、ま、四角、これはまあ、そうね。セガファンってことにしようぜ。あいつと一緒にしとこう。バーチャコップ。え？今見てるやつがバーチャコップで、これ違いますって言われたら困るから、やめ、消そうか。これじゃありません。コメントすんなよ。もうお前コメントすんじゃねえぞ。絶対だぞ。てかもう NG 入れようかな。まあ、親父、お前の親父はこのゲーム好きだったからしょうがねえ。バーチャコップ、正解。
申し訳ないけど今日ちょっとあの夕方に昼間に放送しすぎて疲れたからさ。まあ、元週の代表格だからな。これのおかげでっていうのあるよな。やっぱセガってすげえな。さあ、アサさん生きてるか。やっと助けに来たぞ。水菜お疲れ。おお、ごめんな。ちょっと今日は。疲れてる時はこういう感じだからさ。暑いよ。よろしくお願いします。お、生きてた。間に合った。アサさん行くぞ。何の騎士かもわかんない。字を赤くしてくれ。アサさん以外は白くしてくれ。暑い。暑いよ。ヒートテックだから暑い。ヒートテックの上にフリースだからね。はあ、よかった。まあ、レースゲームはちょっとわからんな。アーケードです。はい、ゲーセン。それは暑い。笑、暑いんだよ。なんかね、脱ぐと寒い。ちょうどいいとこがない。 AC です。40歳前後、40歳超えの人頼むぞ。いや、わかんないけど。結構最近のゲームかもしれない。戦車の出る盾州。きっと戦車が出る盾州。やばいわ。ミートテック。ミートテックあったかいかな。ジャンル表現が難しいです。あー、ジャンル。ジャンル表現むずい。似てるゲームってない？じゃあもうゲーム内容から言ってみようか。ジャンルはいいです。ダンシングアイ、ムム。チョコマーカー。チョコマーカーってゲーセンあんの？頑張れ銀くん。おー、銀くんはミニゲーム集とかになるよな、多分な。リブルラブル。確かにジャンルわかんねえな。タテシューじゃねえか。ズンズン今日タテシュー。ときめもギャルゲーやん。ザ・ドライバー。回すんだ。さあ、とりあえず朝さんは周りの人を無視してどんどん言ってください。ゲームの特徴。あのジャンルはいいです。特徴。はあ。んよ、何何、横、え、どういうゲーム。横スクロールアクションでもねえのか。これなんだこれ。どういうこと。ジャンルが難しくて。あ、マッチョ。デカスリート、トリオ、ザ、パンチ、ドラ。まあそうね、どれも結構そう言えてるっちゃ言えてるよな。兄貴はゲーセンねえよ。もう超兄貴って言ったやつもう黙って。お前も、お前ら二人、三人いたよ。兄貴のキャラみたいな感じで。超兄貴のキャラみたいな感じ。あ、超兄貴っぽいキャラなのね。カスは使えるようになったらしいですよ。カスは使えるのと、はい、バンダイク。謝るか黙るか。技のお体。バンダイグって何？何？何？難しいジャンルだっけ？ツンツン教のジャンルはシューティングですよね。縦シューだね。ジャンルはむずい。ハガー市長。クレーな映像。マッチョ主人公で、ジャンルがちょっと言いづらいと。クレー。ジノーグメガトラじゃね？もうちょっと読めない人は名前変えます。ジノーグって書いてる人はアマックさんにしました。わかんねえから。敵を追いかけて捕まえるのが主な内容。敵を追いかけて捕まえてどうすんのよ。何すんのよこのマッチョが。やめてそういうの。177とかいうゲームじゃねえの。敵ねえ、177っていうゲームじゃねえそれ。マッチョか死んねえけど、あいつマッチョじゃなかったと思うけど。チみたいなジャンル。へへ。そりゃ、なぁ、ゲスカは、おぉ。ね、マッスル更新曲は敵を捕まえるゲームじゃないけどね。いや、177しかないもんな、敵を捕まえて。何歳の時やったんだろうね、これね。これ上から答えてくれない人って大体難航するパターンだよね。上から正しく答えてくれない人。もうそれすら守れない人は大体難航する。俺知ってる。いやー、ちなみにかなって何ですか。敵が何だったのか分かんないね。超兄貴みたいなキャラが敵を追いかけて捕まえるのがない主な内容で。マッスル更新曲はまあ確かに相手を捕まえる。相手捕まえるゲームなのあれ。
マッスル更新曲はいいぜ。ねえ、あれはなんかまあ勘違いしてんのかな。あれはプロテインを取り返すゲームマッスル。そうなんだ。プロテイン泥棒を捕まえるからね。あ、本当だ。今22で12の時です。じゃあ今20じゃあマッスル更新曲ギリぐらいか。更新曲。いやギリじゃねえなこれ。ごめんこれまだ。あ、でもまあそっか。これ全然話題にならなかったのにさ、後で変な話題になってびっくりしたよね。今更かよお前ら。びっくりするわ。と元はアーケードに開発したのがボスになったため Wii で日の目見た。そうなんだ。これ結構面白いのにな。いやだから俺らは知ってたけど誰も知らなくてさ、他が後ですげえ有名になってさ、多分人気な生主とかやったんでしょどうせ。そう、所詮そんなもんだ。そうだわ、わらわら。てかマッスル更新曲のゲーセン版をやった人がいるのこれ。これゲーセンにあるの？これです。おい、ちょっとゲーセンにある。800円で買ってちゃんと Wii で。カスが出たから。へえ。マッスル更新曲当たってんじゃねえか。Wii だよこれ。ゲーセンないよ。ない、あんのかね。じゃあカサオさん正解。はい、カサオ正解。まさかのだよ。ゲーセンでやったんだ。え、だってゲーセンでやるってことはさ、Wii のコントローラーみたいなのなきゃできないじゃん。ロケテはしてた。ロケテでやったんかい。朝さんはロケテでやったらしいぞ。Wii 版があります、800円。買ってください。っていうか買いましょう。Wii は中古で多分1000円ぐらいなので、2000円あれば手に入ると。あ、ロケテ版があるんだって。これだ。おい、ゲーセン版これらしいぞ。ゲーセン版。なんかこれ手で、レバーでやるんだ。ねえ。ロケテやる場所ってかなり限られると思うんだけど。そう。左右のレバーで操作。まさに合ってますね。へぇー。ロケテ勢だった。ロケテとかそういうの多いな、なんか。なるほどね。まあ確かに超兄貴だわな。これやってみて、どっち。いや、これはだって、そうだよな、超兄貴っぽいイメージって言ったらもうあんまりないもんね。そんなもん。もうあと黄金の城ぐらいしかないじゃんか。黄金の城と超兄貴一緒にすんじゃねえ、ぶん殴るぞ。はい。よし、じゃああれなんだ、ワカサギだか、カワハギだか。川崎だか、川崎だか。若杉さんが、若杉さん以外は字を元に戻して赤から白に戻してください。ありがとうございました。お疲れ。マッスル更新曲。もうなってるよね。次枠からお願いしようか。もう今から始めようじゃん。今からお願いします。やってみます。ありがとう。朝さんお疲れ。若杉。了解了解。大体そういうもんだから。よし。どうする？延長する？いや、もったいない。明日に撮っとこうぜ。チャンルはスルグの他にスケジュールとバリなどいろいろとごちゃ混ぜに搭載されてました。は？一年家族、次枠で。あ、スケジュール帳などいろいろごちゃ混ぜに、女の子向けっぽいね。なんかね。一年家族ってそういう、あ、千年家族、一年家族じゃねえよ。一年家族って何？ジャンルなのかこれ。戦闘もありましたがシステムはボードゲーの回戦ゲームに似てました。千年でした。わらわらすみません。はい。千年家族。千年家族ってそんなゲームなんだ。ちょっと淡いし水色っぽいバッチャ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 ッケチャウ言ってるわけじゃない。そういうゲームなんだね。ミリタリーでもない。こんばんは、お邪魔します。はい、いらっしゃい。なんだ、結局ニコニコかよ。なんか画質がいい方はニコニコだからやめたのに。この感じどう？
このキャラの感じ。違いますね。ああ違う違う。キピッとやーい。どういう声してん、まあこれすげえ癖あるからな。はい、そうね。これから。まあ言ったら。そうだよ。これからこれから。へえ。最後にストーリーらしいらしいものもなかったよ。はあ。これストーリーってもそういうもんじゃないかな。お、帰ってきた。こっち。ジャンルはシミュレーションの他にスケジュール帳などいろいろとこちらになってる。どんなゲーム、もうちょっと内容、世間のカップルが、その戦闘っていうのがどういう雰囲気のものなのかとか、キャラクターの感じとか。そうだってアドバンスだぜこれ。何分プレイ途中、なんかわかんねえわ。いらねえ情報だわ。どうしようかな。亡くなったあれとかを言われても、次枠です。次枠がラスト枠です。今日はね、友達ん家行くからもうちょっと財布、熱い、脱ごう。歩夢はノリノリな感じだよ。脱ぎずれ、自分の力がいつも以上に出せそうな予感が。ああ、はい、よいしょ。米火を取らないとね。もう米火勝手に動いてくんねえかな。でも勝手に動きすぎられるのも困るんだよね。おい、ちょっと俺より先に来なきゃ。ワカサギさん、俺より先に来なきゃダメでしょうよ。アドバンスでジャンルシミュレーションってことでいいのかな。とりあえずジャンルはシミュレーションでなんかいろいろ。正面。はい。これでいいんじゃないかしら。ね。どういうシミュレーションなのかが全然伝わってこない。回線ゲームに似てるだけでも回線ゲームじゃないんでしょ。熱い。まさかのうちは。ガチャステにスケジュールとばりついてるみたいですけど、ストーリーないとは思えないような。ああ、まあ見てみようぜ。それです。なんでよ、なんでわかったんだよ。多分それ。なんで、タイトル聞いた時にもう何？ URL 省略。わかっちゃった？これ？はい、多分さ、何、名前聞いて分かっちゃった？マジか。これ戦闘？ガチャステ、ダイナデバイス、はい。さあどうだ？七シヤさんがくれたの。ね。ほえー。戦闘特徴あるやん。わら。もうちょっと言うべきことはあった気がするな。ミニゲームの方の紹介を元気。ミニゲーム、おお。へえ。なんか右下超邪魔だけど。ミニゲームがいっぱい入ってて。なんだって、なんか。ゲームボーイアドバンススケジュール帳でググったら出ました、だって。ワカサギさん頑張ってください。ワカサギの天ぷら食いてぇなぁ。チラッチラッ。モンスター育ててって言おうと思った。ああ、だからそのスケジュール帳っていうのがすごい大事だったみたいね。自分でググれということです。ググれカーストしておきましょう。案件と。自分でググって探せ、ちゃんと真面目にと。じゃあ、購入決定ということで、ガチャステダイナデバイス。これはちょっとタイトルが変です。じゃあ、今日はこの辺にしようか。でも友達から連絡が来てんな。来てんな。うん。お疲れ様でした。見つかってよかったね。ググレカス案件いただきました。はい、最後がまさかのググレカスという一番順番待ち、一番長く待ったやつがググレカスというオチでした。今日はこれまさに今日なんか代表するというか、今日を表すなんか案件でしたね。今日はちょっと本当になんだろう、
今日は疲れたよ。と思ったら終わってた。うん、お疲れ様でした。おつでした。ねえ、もう天ぷらで塩で食いたいわ。俺食ったことないわ。うん、あ、2007年なんだ。へえ、ほとんど出回ってないもんね、ずっとね。どっちだろうね。まあ、どっちでもいいけれど。今日はちょっと最初からおかしかったもんね、なんかね。お疲れ様でした。お疲れ。じゃあちょっと俺今日はここまででしょう。電話帳の番号から住民増やしたり、絶対64じゃないはずなんですけど。何？電話帳の番号から住民増やしたり。あーごめん、小文字の人は。ササンはなんて名前がいい？ SA がいい？もう SA にしようじゃ。あの小文字英語はもう無理です。これからつける人は無理。テレファング、なんで？うん、おかしくて。みつなさん、お疲れ様でした。はい。お疲れ様でした。所長さん、お疲れ様でした。わかさぎは今が旬なのでは。今か、無理か。抹茶塩。なんだそりゃ。塩コショウでいいよ、別にも。よし、そんなわけでデミさんどうする？あのね、デミさんは、デミさん、もういいから、プレステのレースゲームって分かってるんだったら、レースゲーム集って動画があるから全部見といて。で、明日教えて。結局はそれでいいから。結局はもう自分で探せるとこまで来たんで。いや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 、いい、いい。あの、レースゲームだけをまとめた、すべてのレースゲーム、あれないっけ？あるよね。俺作ろうと思ったんだけど、あるらしいんで。なんか。自分で見てください。どこなのそれ。池の平ホテルのとこ。ファミツウェーブは多分体験版じゃないもんな。誰か言われるやった。そうだから体験だから、あのちょっと難しいから自分でレースゲームどんどん調べればいいじゃない。そうあったよね、さっきね。長野、長野か。じゃあ白樺リゾート池の平ホテルの CM を見て探り見ようじゃん。迷惑だったけどレースゲームまとめ動画の URL。 おーおーおー、はいはい。軍手とかさ、忘れてきた日にはもう悲惨だよな。ものすごい回路だ、あれは。一応レースゲーム集 URL 省略。ありがとう。あー、2016年とかじゃないんだよ。もっとなんか20年前ぐらいのやつが見てんだよ。ダメだ、最近の CM しかねえや。抹茶塩好きが集う枠。ありがとう。とりあえず調べてもクラッシュ、バンディクーが邪魔してくるねん。マジで URL ありです。とりあえずこれですね。 URL はこれということで、白樺リゾート池の平です。そう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 、あの動画を今探そうと思ったらないんだよね。2016年ばっかだ。もっと古いやつだよ、お前。20年前のテレビ東京のさ、エヴァンゲリオンの頃のあれだよ。なんか天井にさ、なんか流れ星が流れるみたいな。まだ LED すら6人。まあいいわ。本当？まあでも肉って基本的に焼いて塩かけたらうめえんだよ。はい、カビみたいわかる。今でも？そうだ、白樺リゾートだよ。白樺リゾートどこ行ったんだよ。動物の森。ああ、なんか俺これからコンビニ行くんだ。で、財布は友達が持ってくるんだ。とりあえず俺が忘れた財布をな。よし、そんなわけで皆さん今日はお疲れ様でした。また明日、実はあの14時から枠を取ってるんで、またなんかやると思います。マイクラかもしれないし、あの、須田ゲーかもしんない。なんか、外出ちゃってんじゃん。いいのこれ。あ、そういうゲームなの。はい、お疲れ。皆さん、今日はご協力ありがとうございました。ちょっとね、若干冒頭、なんか、ごちゃごちゃしたけど、まあ、ちょっと今日疲れてたんで。疲れてたんで、ご了承ください。たまにそういう日があるということで。人間だもの。はい。何もつけないの、まあ、マジで。いや、魚。あのさ、刺身に醤油つけないで食う人いるじゃん。あれ、信じらんないんだけど、あんなの。ぬるぬるしたやつをさ。財布の中身大丈夫。2万と、あとアマゾンギフトカード2万入ってくる。あと2万2千円かな、現金は。大丈夫、大丈夫。忘れていない。え？これこれこれ。これよ。
ギフト券だよね。スキー三昧。なあもうなんかいっぱいゲーム買おうと思って。ブランシ葉山白樺ツーインワン。まずは何が30種類の温泉メニューを。やだ。焼肉のタレべっとりでかけて食うわ。え100円あうまい。そうそう俺俺もう今スキーってみんなやってんのかな。でもねレースゲームがないんだよね。トラップガンナーは入ってるけどレースゲームがないっていうのがあるんで、もう記憶違いということで。ねえ、いやこれ夏が近所手配猫さんあっちかい。スキー行く。あ、行く人もいるんだ。白樺リゾートブランシュ高山白樺ツーインワン30種類の温泉メニューもお待ちかね。スキーやったことないの。若者はないかもね。車で15分で山。今年の冬はスキー三昧。白樺リゾートスキー三昧だもん。あのさ、スキー滑った後にさ、靴脱いでさ床歩くと気持ち悪いのね。あれね、あのスケートでもなるけどさ、なんか足がふわふわすんの。去年だったか旭川の。なんだこれなんだこれ。小学生くらいの子が自分より数段上手な衝撃だったわ。あのね、小学生ぐらいの方がね、体重が軽いからさ、そう浮いてる感じね。あれ体験したいな。よし、じゃあ出かけてくるわ。皆さん明日の夜も、明日の夜探すからまた。明日の夜はちょっとでもな、ほどほどにして、夕方、昼間の放送ほどほどにして夜をちゃんと、夜ちゃんと探すか。今日よりはいい環境でね、俺がね。じゃあ行ってきます。あ、高校。高校に、で、先に行ったね、卒業旅行のスキーがさ、そこでハットトリックヒーローやったんだけど面白かったんだよ。スキーは別に面白かったけど。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。お疲れ。お疲れ様でした。私もコンビニ行ってこよう。行ってこい。なんかうまいもんでも食ってくれや。いってらっしゃい。お疲れ。いってらっしゃい。じゃあ俺がのしって書くから。で、それが字が出たら切るわ。ゲームじゃないけど。うん。ゲーム、明日依頼を、はい、わかりました。もうゲームじゃない依頼もいいよ、もう。わかったよ。もういい。あの、子供向けのキッズメタルより全然いいわ。お疲れ。また明日。はい。